皆さん、こんばんは、マーティン、ダーミャクすキングダ,ですキングダクの、メルシー・パリー、はい。柔道、パリオリンピック内定がもう、出揃いました。まず、男子60キロは、長山選手、初、です、はい。66キロは、ヒフミンこと、安倍ヒフミさんですね、はい。2度目、橋本総一、これも初出場です、ラジオ3 81キロ級は、長瀬選手、3度目。90キロ級は、なんと、初参戦、村尾三四郎さん、これ、期待してほしいです。100キロ級は、ウルフアロン、2度目。100キロ超えは、斉藤律さん。 お家芸の柔道。男子は特に苦戦ですが、女子はどうなるかですね。48行級は角田夏美さん。52行級は安倍歌さん。えっ、ー、と、57行級は船久保選手、初です。63行級は高市選手。えー、70級は新井添選手。78行級は高山選手と小山初登場。78行超級は曽根選手、2度目です。メダル取ってほしいです。柔道、金メダル取ってほしいちゃんでございます。お家芸。はい。というわけで、 どうか日本優勝してほしいです。バイバイ。